チャンネル。じゃ、こんにちは。今日はですよね、何ですか、まあ、知ってる人は知ってるかもわかんないですけど、はい、ビッグニュースありますよね。ビッグニュース、はい、言ってやってくださいよ、中間さん。なになになに、ビッグニュースあるじゃん。ビッグニュース、はい、来週、はい、言ってやってくださいよ。なんだろう、なになになに、なにすごい、いきなり呼べた。知らない人も分かって、あれ言っていいんですか。あ、言っていい、言ってください。来週の月曜日、はい、あ、これ来週月いつ出るか分かんないですよね。そうなんですよ、はい、皆さん27日、なんとザ・ベイライン、ベイ FM のザ・ベイライン、はい、佐藤一さんと一緒に出演します。もう一回それ言うからびっくりしました、はい、そうなんですよ、はい、1月27日の月曜日、はい、夕方4時から7時までの3時間、はい、ザ・ベイラインっていう番組をですね、まあ、僕と今キャンひとみさんっていう方と一緒にやってるんですけど、はい、キャンひとみさんがですね、舞台に出演するにあたってですね、お休みをいただくことになって、はい、そこで袴田さんがピンチヒッターで、はい、うわー、嬉しい、そう、ちょっと話いただいて、はい、里崎さんと3時間生放送。そうなんですよ、生放送、里崎チャンネルがベイ FM やってね、はい。ないですからね。そう、野球の話は本当ちょっとだけですもん。はい、ウィラーマリーズっていうコーナーだけなんで、はい、だからほぼ3時間、はい、どうなるかはちょっと分かんないですけど。いや、そうですね、はい、ラジオ、まあ、いつもやってますけど、はい、なんか里崎さんと生放送は初めてじゃないですか。そうですね、でも収録なんで、はい、面白いですね。だからまあね、関東に住んでる人はまあ手持ちのラジオ、はい、もしくはラジコで聞けますけど、はい、その関東外の人はやっぱラジコのね、はい、プレミアム会員になれば、はい、日本全国どっからでも聞けるんで、はい、FM78.0 なんで、はい、27日月曜日、はい、夕方4時からね、だから7時前ぐらいまでね、はい、聞いてほしいですね。私発表のところ生で聞いたんですよ、はあ、私発表されたじゃないですか、はあ、でもその次の週、はあ、もう一回ピッチヒッターの会がヒャンさんがお休みすることがあって、その時ものすごくあるんですよね、はい、マグノマリアちゃんがね、はい、はい、なんか私いいのかなみたいな、ね、いいんです、はい、ありがとうございますねえ、いや、めっちゃ楽しみ。今いつもね、30回以上喋ってますからね。そうですね、はい、まああれですけどね、どうなるかわかんないですけど、はい、聞いてほしいですね。聞いてほしいですね。私のね、仙台の時の同期もベイラインをいつも聞いてるんです。仙台から私のプレミアムで、すごい楽しみにしててくれてて、皆さん聞いてください。全国中継です、全国中継。ラジコにさえ入ってれば全国中継ですから。はい、すみません、ありがとうございます。告知させていただきました。そうそうそう、はい、聞いてくださいね、皆さんね。はい、お願いします。はい、お願いします。はい。はい、ということで、本題です。はい、今日何です？次何ですか？今日はですね、はい、陸上行きます。陸上。陸上？野球じゃないですか？いや、はい、最近は、箱根でね、一気に、多分認知度が上がったっていうかね、はい、ナイキのピンク色のシューズの厚底シューズで軒並み好記録が出て、はい、なんか国際使用レース、はい、オリンピックとかもそうですけど、なんか使用禁止、はい、ナイキのその靴が、はい、っていうのが、うん、どうしたんやみたいなね。そうですね、はい、なんで禁止なんですかね。こうなんていうんですかね、このバネじゃないですけど、そのクッションがビンっていうのがこうなるらしくて、はい、それによってその好タイムが出るから、うん、なんかそのダメみたいな、はい、何言っとんやみたいな、バカかお前、何言っとんやみたいなね。そう、誰か、うん、誰か分かんないですけど、はい、誰が決めたか分かんないですけどね。いや、その、うん、いや、後出しじゃんけんすぎんちゃうかっていう、うんうん、だから昔の水泳の、はい、スピード車のレーザーレーサー、ありましたね、なんか北京五輪で、はいはい、なんかもう何個も世界記録作って、うん、でしかもその時のスピード車で日本記録を作った松田さん、はい、バタフライの、うん、日本のレースの中で最古の日本新記録だったのを、はい、今回瀬戸大也選手が塗り替えて、うん、ってところもあるんですけど、はい、その靴、うん、いや、それいきなり言われてもナイキもかわいそうですよね。そうですね、だってそれに向けてね、お金と時間かけて技術開発して、はい、もしくはその提携してる選手と協力しながら、はい、こういうのどうやっていうのを試行錯誤してやっと出来上がったやつなんですよね、うん、でそれで出来上がって
いやそれこそタイム早いからなんかこうポピミンっていうのもあるし禁止みたいないきなりいきなり禁止って言われてもそんなの、ね、今までの時間と労力とお金はどうするんやみたいな、うん、でそれだったらね、うん、それだったら最初から素材はこれだけですとか、うん、こういうもしなんかこのクッション性とかもこの何パーセントまでですみたいなのの明確なルールを作っておかないと、はい、いきなり作ってそれ早いから禁止って言われても、うん、いや後出しじゃんけんすぎてかわいそうじゃないですか。そうですね、禁止のなんかちゃんとした理由がよくわからないですよね、まあ、それによってじゃあ他のね、はい、あのそのブランドの会社さんも それによりいいやつをまた開発していってその技術のこの競い合い も、うん、もう大事なわけじゃないですか。そうですね、まあ、でそれによって未来に向けてよりいいものができたりとか、うん、そのでしかもなんか選手たちもそれ誰が履いても速いわけじゃないらしいですよね。合う合わないがあるらしくて、はい、うんうん、あとはすごいなんか力がいるらしいですよね、うん、その体の体力的な筋力的な力もいるし、はい、その誰が履いても速いわけじゃないっていうのもあるし、うん、ってなった時にじゃあ他のね、うん、じゃあアディダスだったりアシックスだったり、はい、ミズノだったり他のそのメーカーもそのそれに合わないかこういうのもあるよみたいなので競い合っていくのも大事だし、うん、そうしたらメーカーも高め合っていけるわけですしね。いや私あの陸王ってドラマ見ました。あ見ました見ました。旅のやつ、あれを見てたらどれだけその靴のメーカーが研究をしてお金をかけて作ってるかってすごくよく分かって、だその作って選手もいいって言ってる靴が取り上げられちゃうわけですよね。こんな悲しいことあります？作る方もいいと思って作って、うん、ルールの範囲内でね、はい、その中にバネが入るのやばいあのドクター中松さんのバネみたいなのが入ってたりしたらやばいですけど、はい、あのそのルールの範囲内で作ったのが、うん、いきなりそれルール違反って言われても、うん、いやそれはちょっとかわいそうですよね。そうですね、最初から言わなきゃみたいな。それだと最初からレギュレーションで言っていかなきゃ、うん、えもうこれで決定したんでしたっけ。多分決定したと思うんですけど、はい、だってそれだったらあのスピードスケートのなんかこの、うん、歯がこうやって浮くやつあるじゃないですか、はい、昔動かなかったのに、はい、あれどうなんやみたいなね、まあ、そんなこと言ったら本当にどの競技のどの道具ですら本当にいろいろ出てきちゃうんですよ ね、 そうですね。 F1 とかだったらちょっとそのホンダのモーターバリキャリすぎるから禁止みたいなあもう早すぎますみたいな言いたいぐらいなんで、ね、そうですねそのモーター速いわとか、うん、あそのタイヤそこのメーカーいいゴム使いすぎてるからダメとかなってもきついじゃないですか、はい、だから選手の努力を、うん、なんていうんですかね、考えてくれてないんですよ、はい、選手も努力して、うん、速くなってるのに、はい、靴のおかげだけで速くなってるって言われても心外じゃないですか。確かにあなたのタイム、その好タイムは靴のおかげですからねって言われてるような感じですよね。それもちょっとなんか努力を、ね、否定されてるみたいで、はい、でもちょっと違うんちゃうかっていう。でもどの選手もその履く靴に履いたら速くなる靴なんて実際ないじゃないですか、うんうんうん、その靴に自分が順応して、うん、その靴を履きこなしてあすごく相性がいいなってなっていくわけですから、うんうん、それはね靴のせいだけにされてもっていうね、うん、そんなこと言ったらもう野球とかもひどいですからね、うん、そうですね。バットとか、はい、天然素材じゃないですか、はい、木なんで、はい、それはいい木の方がいい反応しますからね、うん、柔らかかったりとか、はい、でもそんなことないじゃないですか。この木の素材のバット禁止とか今までなかったですね。そうですね、はい、だから今だったらねメープルとかホワイトアッシュ、うん、あと青ダモとかもあるし、はい、それはね中が金属で外だけ木ですとかそれはダメですけど、はい、あと昔は圧縮バットっていうのがあったんですけど、うん、今圧縮バットもダメなんで、はい、だからでグローブだって革は生き物じゃないですか、はい、自然のものだから、だから結局はそのいい木は一流プレイヤーに行きますよね、うん、バットもいい木は一流プレイヤーに行くんで、はい、それどんどん質下がっていくじゃないですか、はい、それをいやもういい木使いすぎてるからもうギジーって言わないじゃないですか、うん、そうですね、まあ、ボールの端も全然違いますからね、いい木と悪い木は。そんな違うんですか。全然違うんですよ。でもそれもいい木を使ってたって選手の技術がなかったら使えないですよ。使えない使えない使えない、もうただの宝の持ち腐れですよ、うん、本当そうですよ、まあ、だからこれもちょっと後出しじゃん。それだったらもっと未来に向けてもそうですけど、もっと明確なルール作らないと、うん、メーカー側もかわいそうですよね。そうですね、はい、だってそれだったらもうじゃあ、はい、ルール決めます。え、何のルール決めるんですか。旅にしよう。じゃあ全員旅。おお、あ、まあそれだったらもう超平等ですね、うん、その代わりあれだよ、もう 100m 走も旅だよ。つらいな。もうだからもう陸上全員旅、もう全部
旅。でも陸王谷から始まりましたもんね。そうそう、今陸王って言ったからもう旅って。そいつはだって少なからずね、はい、少なからず、うん、メーカーによってシューズは少なからず何かの作用があるわけじゃないですか。はい、まあね、はい、全く何もないわけじゃないじゃないですか、うん、だってその軽あの衝撃を軽減してくれたりとか体のことも考えてるってあるわけじゃないですか、はい、ただ何らかのアドバンテージは、うん、そのメーカーの靴を履くことによってありますよね。あります。だから何パーセントかでとか決めた方がいいですよね。あそのこうとかね、その反発が何パーセントか、こうなんかこうなってこうのこう戻るのが何パーセントとかっていうのをちゃんと決めないと、はい、そういう禁止事項とかできちゃったら本当にじゃあみんな同じ靴でやってくださいみたいなことですよね。そう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 、なるじゃないですか、うん、だからなんかちょっとちゃうんちゃうかっていうね。じゃあ旅でやってもらえますか、オリンピック。東京だし、東京だから旅で。うん、ね、はい、東京オリンピックじゃ旅で。はい、もうわらちでいいんちゃうじゃん。走れない。いや走れるし、昔の人はわらちで走ってたんだよ、なんて。そう、そうか。あ、だってカゴの人とか多分わらちやったと思う。わらちですかね。はい、見ててくださいって、タイガでキリンが来るが始まりましたから、はい、ちょっとわらじかどう、わらじかどう、はい、だってわらじしかないでしょ。あるの、逆にあるの、その江戸時代にわらじ以外、裸足かわらじ以外で足袋もないでしょ、まだないかな。だかもうわらじでいいんじゃんちゃう。よう落ちてわらじ。だからなんか南紀の人もかわいそうやなと思いますよね、うん、せっかく ね開発して、うんね、研究者とかもね、すごく辛い思いするでしょうね、うんうん、だからもっとそういうのもね、うん、まあどの競技もそうですけど、はい、そのちゃんとルールを、うん、まあもうダメにするんだったらダメにすれば僕は仕方ないと思うんですけど、はい、決めたことだから、はい、でも未来に向けてもやらなきゃいけないんで、うん、それだったらもっと細かい数値とかを出して、はい、その規約ルールをちゃんと作ってほしいですね、うん、そんなやとなんか誰ファーストなのかもう分かんなくなってくるんで、うん、規定があれば納得しますから。そうそうそう、はい、でこれ超えてるんで違反ですってなったら分かりやすいじゃないですか、はい、そのなんかもう分かりやすい、もっとルールも透明化してほしいですよ。なんか無礼急にあかんとか言われても、はい、まあもう仕方ないんで未来に向けてちゃんとしてほしいなと思いますね。そうですね、はい、じゃあ旅で行きましょうか。旅で行きます。はい、あ、わらじか。どっかのね、自治体の皆さん、はい、わらじで陸上競技とかをしてみるっていう、はい、お祭りもしくはイベントどうですかね。袴さんが司会で行きますんで。やりますよ。